ココナッツです。本日の、第2回目の、動画の紹介に行きたいと思います。ですね、あそこにある、山が、なんとか、私の、動画で、去年あたりからもう招集な方もおられるでしょうけど、フラワーパーク天文台の、ところに来ましたね。目的はあれです。河津桜ですね。あれが目当てでね、来てみました。でですね、今回はあれと同時に、今日風が強いですけど、時期に収まると思うんですが、皆さんからいろいろね、YouTube 上でリクエストのあった中で、ちょっとね、皆さんの通りとはいかなかったんですけど、キャノンさんの 14mm、24mm で、それがまあ50-135っていう、今回はこの変則的な、4本立てということで、撮影の方をね、行っていきたい、そんな風に思っています。で、本日は、この間のように比べまして加えて、例によっては、例のごとく、キャノンの同じキャノンさんの、G7 のね、マーク2、これがね、持ってきます。で、これでも当然麓を降りるのは常に徒歩で行くんですけど、その道中ちょうど河津桜があって、このね、動画とも一緒に、お伝えね、できるようにしたいと思います。では以上です。一旦ここで失礼させていきます。